その翌日はちょうど定例のミーティングでした。鈴木さんたちはそのゲームの中身を検討します。ゲームのオープニング映像、ゲーム業界ではムービーと言われる画面で、文字通り映画のように見るだけのシーンです。プレイヤーが参加するゲーム画面になると、セリフがなく文字による選択肢だけの展開になります。イメージを限定しないための演出です。声は入ってこないの？声はないです。鈴木さんはこの新ソフトの映像の美しさに驚きながらも、リアリズムにこだわる自分たちの姿勢を再確認する結果となりました。いいとこ見て参考にできるとか参考にしていきましょうね。そういう見方だと思うんですよ。それが一番向上するよ。